やっぱり薄くなってるか。え、何が薄いの？ああ、色だよ色。青金石にしちゃ金の粒が見えないし、藍より空色に近いだろ。はあ。あれ？ラピスラズリってルリじゃないの？青金石とも言うんだよ。詳しくは少し違うんだけどね。へえ。まあ、あれじゃないのかい？ケイは昔からお守りとしてこの石を持ってるわけで、当然ながらに愛着もあるんだろ？うん。だからあたかも昔馴染みのような顔して、夢にまで出てもおかしくはないんじゃないかって、私はそう解釈するんだけどね。ねえ、朔也さんこそ知らない？朔也さんは10年前の火事より前から私の家のこと知ってるんだよね。まあね。お母さんとお父さんと私、その私たちの他に。知らないね。あと知ってるのは恵美子さんぐらいだよ。彼女は火事よりずいぶん前に行っちまってるしさ。ケイ？あんた、私が嘘をついてるとでも？ううん。だけど私、やっぱりあの人を知ってるような気がする。とても懐かしくて、忘れちゃいけない大切な人だったんだと思う。そうかい。うん。だから、まだしばらくこっちにいる。ああ、そうかい。まあ、とにかくこんなところで立ち話っていうのもなんだから、歌詞を変えようか。そうだね。とりあえず車に乗った。そういえばケイ、あんた昨夜はどこに泊まったんだい？あ、榊旅館ってところなんだけど。ああ、あそこかい。なら道もわかるからナビはしなくていいよ。咲夜さん知ってるの？夜通し走って着いた後、一風呂浴びさせてもらったんだよ。泊まり客以外も集めないことにはやっていけないのかね。乗った乗った。はい。そういや、さっきのお守りだけどね。うん。私も前に見たことあるわ。恵美子さんが持ってたんだった。おばあちゃんの？形見だろうね。そりゃお守りにもなるさ。さて、到着したよ。お疲れ様です。疲れるもんかい、このぐらいで。嫌な天気だね。こりゃ近いうちに一雨来るよ。見てないのにわかるの？わかるさ、空気の匂いとかでね。
そういうのって職業柄？いや、天気予報が得意なのは生まれつきさね。私の家系は鼻が利くんだよ。あ、荷物持とうか。遠慮しとくよ。大事な商売道具だからね。非力な刑に落とされでもしたら大変だし。私そこまで。あ、本当、お天気崩れそう。これじゃあっという間にずぶ濡れだよ。まったく。って、あんたは何を立ち止まってるのさ。急いだ急いだ。グズグズするんじゃないよ。ハトウさん、大変だったでしょう。おかみさん、すごい雨ですね。でも、すぐに通り過ぎるわ、きっと。その前に、ハトウさんは着替えないといけませんけど。降り始めてからしばらくボケラッと悠長に構えてるからだよ。まったく。あら、そちらの方は？この人は私の知り合いで。浅間朔也と申します。あらあら、ルポライターでフォトグラファーなんですね。はい、文筆では主に生計面について、写真は山や野生動物など自然を主に扱っております。こちらの鳩尾さんの家とは祖母の代から知り合いなんですけど、先ほど町で偶然に。あらあら、それで。はい、駆け込みで申し訳ありませんけど、こちらに部屋は空いていないでしょうか。大丈夫ですよ、余裕もありますし、お客様は大歓迎です。ではご厄介にならせていただきます。いえいえ、こちらこそ。よかったわね、ハトウさん。頼りがいのありそうなお姉さんがご一緒で。はあ、お姉さんですか。
やっぱり浅間さんはこちらへ取材にいらしたのかしら。いえ、そういうわけでは。ですが、やっぱりというからには何かあるんですよね。あら、ご存知ありませんでしたか。しあさってにお祭りがあるんですよ。それも今年は特別で。特別なんですか。お祭りを取り仕切っていたお家があったんだけど、ずいぶんと前にその人たちがいなくなってしまったのね。それでここのところ形ばかりのお祭りが続いていたの。迷信だと思うんだけど、それからすっかりここもさびれてしまって。ああ、ちゃんとしたお祭りができなかったせいですか。迷信よ、迷信。でも商売していると弦は担いでおきたいものでしょ。浅間さんはこちらにご記入お願いします。じゃあ今年の特別っていうのは。なんとそのお家と縁続きだっていうお祭りに詳しい人が来てくださったのよ。まだお若いのにしっかりなさった方で。いいえ、別に。これでよろしいですか。はいはい、大丈夫です。では浅間さんの部屋の方は。それでお祭りってどんなお祭りなんですか。それなんだけどね、お柱様っていう神様を祀ってること以外詳しいことはよく分かってないのよ。お柱様。大黒柱の柱かしら。諏訪大社の御柱祭りはテレビでニュースになったりするけど、そういうお祭りなら来年からはお客さんも来てくれるかしら。そうそう、お柱様といえばね、狭間の方にある山の中に御神木があるらしいのよ。え？よく街路樹にもなってる円樹的なんだけど、御神木だけあって並外れて大きいんですって。なんでも樹齢1200年以上とか。めったに人が近づかない場所に生えてるのが良かったのかしら。そこに行くだけでも一苦労。狭間の。山の中の。御神木。
ごめんなさい。早く着替えなきゃいけないのに長話しちゃって。あ、いいんですいいんです。ケイ、だから平気、大丈夫だって。着替えないと大丈夫じゃなくなっちゃうかも。ああ、それじゃおかみさん、今日も美味しい晩ご飯を期待してますね。だね、ほんとほんと。うまいもの食っていい具合の湯で手足を伸ばしながら月見だなんて、贅沢の極みだね。ほんとほんと。これでこいつがいなければ私的には幸せ絶頂だったんだけどね。で何しに来たんだい？それはこちらの言い分です。また私の邪魔をしに現れたんですか？ふん、誰がわざわざ。そんなことが目的なら夜通し車飛ばしてまでこんなとこには来やしないよ。それともなんだい？また私が邪魔したくなるようなことをやらかすつもりなのかい？よろしくするんじゃないよ。っていうか名乗るな。